発信機構とは、地震学の用語で、ある断層が地震を起こした際における、地下での断層の位置や方向、地震の際の断層の動きのこと。メカニズムとも言う。これらを示すモデルを発信機構界あるいは、メカニズム界という。発信機構界を求める方法には、初動発信機構界とセントロイドモーメント、テンソル界の2種類がある。初動発信機構界は、 複数の地震計で観測された P 波のデータを解析すれば算出できるため、広く用いられる。CMT 界は長周期の地震波を解析して求めるため、規模がある程度大きな地震でしか用いられないが、セントロイドでの発信機構を算出するため、より実態に近い結果を算出することができ、また断層運動の規模も算出することができる。 初動の押し引きの分布を震源球にプロットするとこのようになる。白が P、または C イコール引き、黒が D イコール押し。横ずれ、逆、正の角断層における震源球の例。赤い線が断層面。発信機構界では、走行、傾斜角、滑り角の3つの要素を算出し、表現する。 これら三つの要素を断層パラメータという。走行とは、断層面を地表面まで延長したとき、二つの面が、交わる直線の方向を表す。通常、マキタを0度として時計回りに数え、走行を示す、矢印の右側に断層面が来る。記号は、ファイシータ。傾斜角とは、断層面を地表面まで延長したとき、二つの面が、 ナス角度を表す。水平面を0度とし、最大で90度となる。記号はデルタ。滑り角とは、断層面の下側の地盤に対する、断層面の上側の地盤の滑った方向を表す。走行を0度とし、半時計回りに数える。記号はラムダ。正断層、逆断層、横ずれ断層は、滑り角により判別できる。各観測点における、 p 波の初動が押しであるか引きであるかを判別し、それぞれの観測点と震源の相対位置や速度構造をもとに射出角と方位角を求め、球面に押し引きの分布を描画する。押しと引きの分布は、玉の中心を通る二つの直行する平面で分かつことができる。こうして二つの面を求めたものが初動発信機構界である。初動界は、 断層面のみを求めるためのもので、地震の規模を求めるためには別の方法を用いる。志田淳らが1920年代に P 波書道の4、証言分布を発見してから、地震の断層面を決める有力な手がかりとして、多くの地震の書道発信機構会が求められた。しかし、書道会を正確に求めるためには数十以上の観測点での明瞭な、 p 波初動波形が必要であり、また、回の精度は観測点分布にも大きく依存し、観測地域から遠いところの地震では求めるのが難しい。このことから、特に日本の内陸や沿岸部の地震で多くの回が求められてきた経緯がある。1970年代に長周期地震計や計算機環境が整備され、CMT 回の計算手法が確立されると、 規模の大きな地震の発信機構は CMT 界で求められることの方が多くなってきている。特に規模の大きな地震は P 波初動が不明瞭な場合もままあるほか初期破壊と主破壊のメカニズムが異なることから初動界からでは地震のメカニズムを正確に評価できないという事情もあり CMT 界が好まれる。しかし M24 程度の地震は長周期の波の振幅が小さく CMT 界の計算が困難であることから今も初動界の計算により発信機構が決められている。ただ高速化した現在の情報通信技術をバックボーンに初動界により断層面を判別することで地震発生後早い段階で開口型直下型 スラブ内といった地震の種類の判別が迅速にできるため津波予報や防災に必要な情報として欠かすことができない解析手法の一つであるの三つを同時に表現することからセントロイドモーメントテンソル界と呼ばれる CMT 界で推定される地震波の押し引き分布はしばしば完全な4証言を示さず 推定断層面と若干のズレが生じる。この際を非ダブルカップル成分比といい、しばしば断層運動の複雑さや特殊性を推定する手がかりになる。非ダブルカップル成分はコンペンセーテッドリニュアベクターダイポールとも呼ばれる。また、解析によって導き出された各観測点の理論波形と観測波形の差をバリアンスリダクションといい、 CMT 界の精度を示す指標として用いる。CMT 界は、周期数十秒から数百秒という長周期の地震波を解析することによって、地震開始から終了の頃まで、ほぼ全期間を通した断層の滑りの様子を推定でき、その規模も求めることができる。ただし、長周期の地震波が発生する M4 程度以上の地震でしか算出することができない。 ありがとうございます。